お前が後手だ。対局開始。はい、マスターです。本日も自分の対局を振り返っていきたいと思います。よろしくお願いします。こちらが後手番ですので、戦後逆表記で符号を読み上げております。四間飛車。相手の方は居飛車なので、こちらはおなじみの角道を止めた四間飛車で様子を見たいと思います。相手の方は4二銀3一金としてエルモ囲いに組んできます。このエルモ囲いは角交換にも強く、船囲いよりも硬いため最近人気がある囲いだと思います。このエルモ囲いは横型の攻撃に強いため、こちらは上部から攻めていきたいと思います。そして相手の方の6一金が5一金とするとさらに硬くなりますが、こちらが飛車と角を持ち駒にした時に駒の打ちどころが多いため、相手の方はバランスをとって6一金のまま保留していると思います。こちらの狙いは高美濃囲いに組み、そして上部から攻めを狙っていきたいと思っています。ここで相手の方は5五歩と位を取ってきました。高美濃囲い、相手の方はクラシックな5筋位取りと、そして最新系のエルモ囲いでこちらを攻めていきます。そして相手の方は飛車を右四間飛車に振り、7三桂馬と跳ね、総攻撃の準備が整っています。こちらの高美濃囲いはエルモ囲いよりも硬いため、相手の方の攻撃をカウンターで跳ね返し、飛車と角とかをさばいていきたいと思います。ここで3つの歩がお互いぶつかり合いました。ここから銀交換、飛車交換、角交換をしてさばいていきたいと思います。銀と飛車と角すべてをうまくさばければ、こちらが玉が硬いので指しやすいのですが、そう簡単にはいきませんでした。銀交換の後に次に角交換を狙っていきたいと思います。角交換もできましたが、相手の方は飛車と桂馬2つの攻めに対し、こちらは飛車1つで打てるため少しピンチになります。ここからはこちらの飛車をいかにさばいていくかが大事な局面だと思います。相手の方はどんどんこちらの飛車を狙ってきます。相手の飛車の攻撃をこちらはかわしながら、7五歩を7四歩として歩の活用を図っていきたいと思います。ここでこちらは7五歩から7四歩、7三歩成として2手かけて相手の方の飛車を攻めていきます。こちらは攻めの拠点の7三と金を大切に攻めていきたいと思います。現在こちらは桂損しており、そして相手の方は馬を作ってこちらの飛車に睨みをかけていますので、こちらが若干不利だと思います。こちらの利点としては、現在手番がこちらにあることと、7三と金を活用すること、そして囲いの硬さはこちらの方が硬いです。ここでこちらは7五角と打ち、自分の飛車を守りながら相手の飛車に睨みをかけてみました。
相手の方はこちらの飛車を馬で取ってきました。ここでこちらは7五角で6六馬を取るのか6四飛車を取るのか少し悩みました。攻めを目指すなら6四角として飛車を取り、守りを目指すなら6六角として馬を取る一手ですが、囲いの硬さではこちらの高みの囲いが硬いので攻めの一手を指すことにしました。相手の方は6五桂馬を5七桂成として攻め合いを目指してきます。ここは6四角で4二銀を取り攻め合いを目指していきます。玉の硬さではこちらの方が硬いので角と銀の交換はこちらの方が少し駒損ですが、この場合は囲い崩しのためにそうしました。ここで4八銀と打ち玉の囲いを固めます。玉の囲いは3枚で守るのが基本だと思い、ここはしっかり打てておきます。さらに4七歩と打ち囲いのディフォームは完了しました。手番が入ったのでこちらは攻めたいと思います。5分。終盤は金を取るゲームなので、ここは桂馬で金を取ってこちらが良くなったと思います。叩きの歩。この6二歩の叩きの歩は同金と取ってくれた場合、後に相手の方の桂馬を入手した時に5四桂馬と歩ん年の桂を狙うために打ちました。ここで5五歩と打ち馬の利きを止め、そしてもしこの歩を馬で取った時は3五飛車として王手馬取りを狙っています。相手の方は2四桂馬と打ちこちらの3六歩の地点を狙ってきました。この地点は必ず死守しなければいけません。ここは4六金と打ちしっかり3六の地点を受けておきます。これによってこちらの持ち駒はどんどん減り、攻撃する手段が減りますが、ここからは相手の方にどんどん攻撃させて、その反動で持ち駒を入手してカウンターをしていきたいと思います。ふんどしの計。相手の攻撃をどんどん受けて、こちらは持ち駒が増えてきました。
この相手の方の3六歩は攻めの拠点となるため銀で取ることにしました。ここで相手の方は7八飛車と王手をかけ、横と縦の攻めを目指していきます。ここで相手の方は3七歩と攻め手を指してきましたが、ここは手抜いてこちらもそろそろ攻めていきたいと思います。よくぞこの厳しい戦いを乗り切った。見事だったぞ。ご視聴ありがとうございました。